やっていくと、ブーン、ブリアント、いや、冒頭からやかましいは黙らっしゃいと言って、ブラウザバックボタンを押すんじゃなくて、まずはいいねボタンとグッドボタンを押していってくれれば助かりますってことで、お姉ちゃん私とイチャイチャしましょうやってことで、まずはですね、高級レストランを嵐散らかしてバッチ4つ目を取りに行くところまで、ワコワコしていきたいと思いますね。はい、ということで、お目目キラキラーってスカンプーとユンゲラーユンゲラーの経験値はたくさんいただけるんじゃなかろうかっていうところでございますんで、まあまだしっかりと、俺、なんだ、今なんか、ブリブリって動いてたけど、どういうことブリブリって動くことによって、ああ、シャインマスカットは両方とも来るんだ。じゃあ、シャインマスカットで両方ともやっちゃいましょう。ということで、マジカルシャインマスカットハッター !OK! 見たいともぶちのめし。見たいともぶちのめしたはいいけど、このままだと大丈夫か?キュイーと言っておいて、トゥルデデントゥルデデンってフルダ、ヤドリギの種は前回パートだったかな、確か。覚えさせなくて大丈夫ですよって、成長の方がいいんじゃねって思って成長にしちゃった気がするんだけど、VV00、VV00。じゃあ、ちょっと待ってね、VZ はもう任せてしまって、ハッハッカタレバカバカカタ。でもあれだね、なんか、ここにたどり着くまでのさ、トレーナーたちの方が、なんか、なんていうか、その、レベル高かったのに、急にその、タッグバトルになった瞬間、大した攻撃力、レベルアップじゃなくなるっていう、ね、なんなんだろう。とりあえず、金をよこせ。そう、前回のさ、トバリシティでさ、前回か、トバリシティの方で、ポケモン勝負でカロリーを消費すればいいのよって言うけど、多分消費するカロリーはポケモン側じゃねえかって思うんだけどね。まあ、そんなツッコミは拭い切っておいて、鍋待ち待ち鍋、闇鍋かな、ポケットモンスター、待ちと闇、やれ。ちゃ。そうか、なるほど。ブルブルってなることによって、あれか、喜びピピピ、萌えピピピってなってるってこと。あー、両方が威嚇することによって、とんでもなくめんどくさい時間になっておばす。で、向こう側も威嚇。まあ、俺には威嚇意味ないけどね。うわー、ららで、フルダチンで、とりあえず、じゃあ、効果あり、あ、闇カラスにあるかどうかわからない。しかも、めっちゃキスしようとしたわ。チュッチュッってしようとしたわ。じゃあ、効果、あ、でもこれってあんま意味ないのか。じゃあ、とりあえず、ハッピーカッターでしょっか。マジカルシャイン、ハッショーチュッピー、バキ。どっちも効果抜群じゃー。あ、悪に対してやっぱフェアリー、あれだね、マジカルシャインハット、もう意味がわからないです。とりあえず、やっちおしまいってことですね。フラチン、IP がないまま、ただただ PP が減らされて削っていく。ピカチュウ、俺はこいつと旅に出る。ポカチュウ、じゃあ、縦豊かにしようか。で、縦豊かで噛みついて、でも多分噛みつくじゃ死なないだろうな。まあ、縦豊かに働いてもらうか、たまにはね。おーっと、1位を取って単勝150億倍。1円かけるだけで150億円が手に入る。まあ、ギャンブルは協定しかやったことないから分かんないんだよね。果たしてどんなあれなのかっていうのが。おー、すげえ、一気に3体もレベルが上がった。ありがとうございます。ボルトチェンジ。あ、ボルトチェンジで、ボルトチェンジいいよね。ボルチェン。そうだよね、100分の、でも、特攻が意外と低くない。じゃあ、電気ショックの方がマシなんじゃないかって感じだね。OK。で誰に交代するんだっていう話なんだけど、まあ、フルダチンにやってくんだろうな。多分今回のステージだよな。ステージって言うなよ。ジムバッジって。オッケー、ちゃ。そうそう。で、トバリ、喋るのが途中で来るんだ。トバリシティでさ、服装を変えられるっていうところでやったんですけど、今のね、お小遣いからしたらさ、残念ながらさ、なんだろう。全然服まだ買えないレベルだったんでね。8万くらいしかお手元にない状態で、で、レベル、9万8000円の服とかあったんで、ね、9万8000円って、なんかそんじょそこらのなんかね、もう高級店でしか買えないようなみたいな、ね、レベルのあれだったからさ。メスクグーッフ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 ッじゃあ両方とも行きましょうか。で多分こいつピッピ3体なんだよな。だから先にこいつをぶちのめするありっちゃありなんだけど、普通に。どうしよう。カラーなくし、じゃあ、でんでんムシムシ、カータツ無理を、やっちまう方がいいのかな。あはーこんな湯向けにピッピかよ。お月見山で、ルッルルッルル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 ル
計に特攻がプラス4って最強やな。あーリゾチウムとかやっぱそういう系にお金を注いでいくのがいいのかもしれないなということなので、とりあえず引っ込めて角出せ、槍出せ、お尻出せ、ペチペチ戻ります。いけ角槍、角槍目だ、まあ目玉親父とかにしとけばよかったかな。あちょ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 、オッケー。でこいつで倒しきれなかったタイミングで、まあその槍の方でとどめの水の波動でも発射してくれれば、まあ射出って射出ってなんかあったよな、なんだったっけ忘れた。うん、で水の波動、ハッピーキャラクター。まああのー、ね、最終ステージに出てくるさ、チャンピオンさんが使ってくるコリトトンが一番強いなって個人的には思いますからね。でもあいつも強いんだよな。あの、なんか最初に言ったミカルケか。ミカルケも強いんですよ。弱点がないからね。ああ、ボイン。前鏡になったら相当大きいのが出てくる気がする。両二人で半分ずつ出しましょう。まあまあ、パーパー、パーパーのパーパーをパパパパするよ。パー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 。もうほんと喋るのがドヘダクソ。モク、リーナ。どういう字書くんだろう、モクって。キッ。それともあれかな、煙と書いてモクモクって書く。ドレス誰、天然ブルドーザー、天然ブルドーザーでマジカルシャインハットで、ポケモンをチェンジして、じゃあ角槍にしときましょう。戻れチュン。まあ、ちょっとでもね、であの経験値を与えてね、ちょっとでも出せばレベル、あの経験値もらえる量が増えますから。あはんあはは、ん、いい言ったな、ムフフ、ダラダダダラダダダダラダダ、あいやーパー、オッケー、ピッパー、ブッドゥー、ドゥー。ドーミラーのマジカルシャインはどうなんだろう、効果は、あ、まあそれは今一つになるよね。まあでも多分一撃でぶち殺せるんじゃないだろうか。よし、じゃあ行きましょう、泥かけをしましょう。はらら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 ら ら, ら、いや全然やったわ、思った以上に全然だったな。ってこと、特防が意外と高すぎ新作なのかな。あやめて、痛い、やられた、やられたでこす、仕方がない。じゃあこいつと、じゃあ椅子の波動、お前を混乱させてししめましょう。いや食らわねえな、食らわねえな。ありがとうございます。いやマジで助かりんこ、菊池りんこだったわ。りんこさん他に誰がいるんだろうな。シーナリンゴ、それは5だったわ。強いんだね、パパと一緒だったのに。あーほとんど変わらなかった、パパも一緒だったのに、パパと一緒だったのに、今度みんなで来ようね。知能力すごい人なのよ。トサキントと、スボミ、違う、スボミじゃない、ロゼリア。トサキントと蛍光、あー違った、でもトサキントは正解したから、俺にも予知能力がある。と信じておいて、トレース。スイスイー。じゃあ、雨乞いでもして差し上げましょうか。ということで、あ、違う、バーク、バーク、何してんね、逃げるなって、それは怒られるかな。で、角を出せ、え今眠い、うとうとしてるって言ったらやる気出せよ。あんなにポインの姉ちゃんがミニスカウトでこっちを見て誘ってるんだぜ。まあロングヘアにあまり興味がないからあれなんですけど、僕ヘアパカットドド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 ゲイ。でそこのギャンブラーさんはあの予知能力を使って私の何をしようとしてるんですかね。ありがとうピー。よくトサキントなんだよな、道中出会ったやつをトサキントしか使ってこなかったんですよね。ハードプラントとか覚えさせた方がいいのかな。草タイプでこれ以上強い技ってなんだろう、あの物理でね、物理でこれ以上強い技って何なんだろうなと思った次第でやります。ということで、まあ経験値もそこそこに手に入れることができたので、どうしよっかなとは言いながら、角出せ槍出せは別に戦力にならないもんな。悩みどころっちゃ悩みどころだよね。まあ、あえて水をぶつけてみるっていうのも面白いかもしれないですけど、どうだろうな。よし。
チャンチャンチャンチカチャンペンチャンチャン、ああカラナプシがいる。赤いかけらを10個集めたらあっちゅあっちゅのホットケーキが女の子ですね。つくみずに興奮するやからっていうのが、まあ、ある一定数いると思うんですけど、これを仮にさ、あのムッチムッチの、まあ、あの年齢がそこそこにいった感じのさ、あの子が来てたとしたら、まあやっぱビキニだよね。やっぱビキニのお姉さんがいいよ。ビキニのお姉さんが捕まったらもうもうねえねえ、みんなわかるでしょ。見えちゃったよ、お股、お股が見えちゃったよ。多分これ規制引っかかるぞ、大丈夫か。ちょ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 、わー、男の子は元気にこっちで走ってくるね。いいでしょこの浮きは。そうだね、85センチくらいあるのかな。穴が大きすぎてスポンって抜けていかないかだけパパ心配ですよ。パパじゃねえや、すぐる。昔いたな、超賢いすぐる。塾では順位がそこまで高くなかったんだけど、やっぱりあの本番の実力がものすごくあるからか、あれなんですよ、大阪 のね、あの公立校の中でもあの本当にトップ、あの大阪の公立校のトップって北の天王寺三国ヶ丘とかなんかその辺りがあるんですけど、その種類北の高校に行ったやつがいましたね。あ、間違えた、カラマクシー、まあ別にいいか。よし、あれでさ、次のジムリーダーとルンパッパとかって出してきたっけ。水草だと何が弱いんだ。炎は無理、電気も無理、氷、いや氷も無理、え、あとなんだろう、わかんねえ。水に弱いのって炎、電気、何で炎、炎なんで炎、逆やって。水、違う、草に草はあれだもんね、草だもんな、草生えるしな。もうなんか一人でボコボコボコ言ってる間に、ドンパッチでおしまいですと。ちなみにトリトドンになったらダメなんで、トリトドンに対しては草タイプの技がやっぱ水締めになるからね、まあ、効果的なのかなって気がするんですけど。はい、無事ゲッチュー。なんか指示を出すだけの男の子がさ、なんかうまく動けなかったとか言ってもさ、なんか浮き輪に絡まれてること何か関係ある？何もなかった。何、足跡博士。ああ、今釣れそうなところだったのに。それはすまん、申し訳ありませんでした。高文、いやー結構腕濃い、腕毛濃いですね。俺ヒゲとかさ秒で生えてくんだけどさ、秒では生えないけど、朝剃ったヒゲが夕方にはもうなかなか痛いくらいにゴリゴリに生えたりとかしてるんですけど、なんだっけ、腕毛とかはねあんまり生えないんですよね。すね毛もまあ人よりはあれだし、あの胸毛はほぼないし、いや本当に胸毛ないですよ。綺麗なあのあれですよ、まあギャランドゥはまあまあ生えてるけど、ギャランドゥうんうん、隠されてな、ちょっとなんかさ、ギャラドスさ若干げっそりしてないね、気のせいかな、うまく戦えるかちょっと不安だ。大丈夫、これで6倍だから、で急所に当てたら12倍だから、急所に当ててあげたらよかったのに、かわいそう。おしまい、だらたたん。鉄砲はまあそのままいきましょうか。もうこいつ謎だよね、なんで魚からタコになるんだっていう進化の仕方するもんね。あれがマジで不思議というか、いろいろとなんかね、面白いこと起こるよね、人生はね。こうやって経験値、ああ誰も進化させられることができませんでしたね、残念無念。また今週、チャ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 ということで、アシアトゥはこれどうだろう、何を考えてるか分かる。ほう、死んだり触らないと、はい、あ、あるきましょう。チャンチャンチャチャチャンピッ、あーボケたらしいモッピーだけじゃいけないようなところにも連れてってくるし、おーおーほう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 、ってことは何にもない、なんかくれるのかと思って、大人のテクニック見せてくれるんですか、もしかして上に乗って腰を振ってくれるとかですか。 ありがとうございます、騎馬戦でもしましょう。ニャルバー、ここに来てニャルバーですか。
マジかよ。ちょ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 踏みつけ、あー踏みつけか、火の粉消そうか。特防低いもんね。じゃあ特防じゃねえ、特攻だ。なぜ守る方になった。よし、じゃあこのいろいろとレベルが上がった段階で、だからそのお手手が邪魔だって。なんか金のギラギラ好きだな。金が金 なんだおや、おアルギニルが、あれこんなレベル違うの。俺36だと思ってた。あれも36になった。もしかしてなんかすごい、なんか翼が4つ生えてる。翼を授ける。ブルーホース、じゃレッドブルー、一気にリーゼントゥー。お前が本物のリーゼントゥーだったな。これって攻撃力がバカ高くなるじゃないか。でなんかあのバカ力かなんか覚えるんじゃなかったっけ。ちょ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 、24キロの距離ってアインファイトゥーか。アインファイトゥーいいですね。インファイトゥーはそもそも特防も防御力もそんな高くないですよね。じゃあ電光石火なしにしましょうか。オッケー、インファイトゥーバクバクトゥーでいきましょう。チャ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 ン、ういウェイ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 。あいつ、でもおデブちゃん戦うことはまずないよね。あいつと戦う、なんかでもただめっちゃこっち見てるんですよね。めちゃくちゃこっち見てるんだけど、どうなんだろう、戦うのかな。あれオタクだっけ君。違うよね。その池の上に何かがある。うん、何かあるんですよ。見えてるんで。見えてる。けど、ってとこでね。イヤーの実と、ダンパカパピン。イヤーの実は、どんなイヤーがあるのかな。ピンチ。嫌いな味。味の好き嫌いってどこでチェックするんだったっけ、忘れちゃった。あは。タッ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 タじゃあチーゴの実はまあいいや、俺の実でも残っか。銃しか回復しない。パンチエンジンジャンドラゴンフライ。急にトンボってどうした。トンボといったらカーテンを開いて、じょうろで水あげて、コダックが頭抱えてる、ヘイホー叫びまくる。そいつはヘイポーメッセージ。よし、殺す、遠慮なくぶち殺す。ちゃっちゃっちゃ、よし、じゃあ回復をさせたところで、早速だけど挑んでいくぜ。パパパンパパンパパ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 パ。ポケモンってミスギと結局会えてないけど、いけるのかな。ポケモン入れ替える、あるあ、いけるんだね。あ、いけるんだ、いけるんだ。なんだ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 、できんじゃん。どうしよう。こいつってレベルアップさせてって意味あんのかな。まあ、無理だったとしたら、とりあえずこいつがレベル何本で進化するかなんだよな。こいつもバンビもゾンビも。あ、テレアさん連れてっとこう。とりあえずテレアさん連れてっとこうよ。え、電気鋼で覚えてる技、あ、スパークあるもんね。よし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 、とりあえずデリアさんつけてって、レアコイルにして、で磁場コイルにして、であの電磁コイルにして、で電磁戦隊メガレンジャーにしていこう。よっしゃー、じゃあとりあえずなんかチラッと見ていく。ここら辺はなんか生えとるけど、一応やっとくか。あ、でも時間があれだね。あと10分でジムリーダーぶちのめせるかって微妙なところかもしれない。別に10分っていう縛りは必要ないんだけど、キーヌあたたたたた。混乱か、混乱を防ぐは確かにありか。あ、出た、77、納豆、ネバネバ、バネバネの実、スプリンクラー。でもあのね、連打がひどすぎて、キーの実普通に埋めちゃったんだよな。7の実は1本です。で、キーの実で、アイスコーヒー。ミスキってマジでどこなの？もう覚えてないの。おっさんだからさ、昔さ、そのマサキに会ってさ、花田ジムの上にはマサキで会えるとかそういうのあったけど、もう覚えてないもんね。
じゃあ帰りは、次回パートこっちの帰りで、まあ向かっていくっていうのをやろうかなと思うんですけど、でも多分トバリのあいつをぶち殺さなきゃいけないから、トバリに向かおうとしてるなんかあの謎の おっちゃんね、むつのちょぶち殺すをやっていかなきゃいけないと思いますんで、じゃあドンパッチから行くか、とりあえずな。これでトリトドンとか出てきたら終わり、絶望なんだけどね。まあそうなったらまあ普通にフルダッチンにすればいいだけの話か。ちなみにさ、フルダッチンじゃない、やボルトチェンジを使った場合さ、あの効果が使っても効果がないよってなっても、逃げるやつだけはなんかいけたりすんのかな。いけたりなおとかなのかな。ちゃ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 、ここもやっぱプロレスラーがジムリーダーやってるからなのか、もう男だらけなんだよな。ビキニのお姉さんが欲しいんだよな。クータ、空が、晴れると書いてクータですむちゃくちゃすぎる。せめてタワー太いっていう字にしてあげたらいいのに。なんとかた、例えばショウタとかさ、たけしとかさ、そのなんとかたってつくやつってさ、あの太いっていう字以外で、ああでも大きいっていう字の友達もいるな。うん、でもそのどっちかが多いよな、なんとかたって。やっぱりはい、ありがとう、チャーチャーピーピピチャー、ジムリーダーよりも強いんじゃないの。いそれ言っちゃっていいのか、お前ブレンバスターかまされるぞきっと。そういうのはあの思っても言っちゃダメだぜ。まあ子供だから素直に言っちゃったってヘペロって感じなのかもしれないけど、ちょっと水とデブレパワーサイキックパワードゥルルルルルドジョチドジョチ、あれドジョチとは比較変化、俺はピンク、ドジョッチはね、無理ですね。あー、地味に残ったし、しかも、あー、やばい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 、よかった、レベル差でなんとかなった。なんならこいつの方が、こっちのジムリーダーの方が弱い気がするぞ。あー、でもレベル的には一緒か。先に、キャビツキー、あ、そうだよ、地面タイプの技だから、普通に、多分スパークやったら、フォークがないよ、とかって出されたかもしれない。釣り上げ P の勝っちゃうと、もうマイチングよし、オッケーで、これで復活させて、こっちの方に、あ、しよ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 し、これはね、なんかあの進んでいく順番にどん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 そのスイッチを踏んでいけば、別に何の苦労することもなく、あの屋上にたどり着くことができますんで、ジム突き破っとんがな、そうだったら破っちゃってんの、雄像が雄像、寒いぞ、脇汗がすごいぞ、キャモメイ、てかキャモメとかいたね、まあ秒でキャモメって言ってろ、うん。ということ威嚇さよならということで、スパーク一撃必殺、あ、ボルトチェンジ使ってもいいかもしれないですね、うん、ボルト、お父さんの名前はキナ、チャッチャカチャー、ドンパッチ、いいですね、キャモメ、あーもうじゃあもうそのままゴリッと押しましょう、もうさっとね、ささっと終わらせていかなきゃいけないですからね、電光石火じゃない、痛い、グーは3本食らわされた、このままではあと29ターンで負けてしまうではないか、29ターンってエグい、モモピーありがとう、チャ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 ン、雄三が勝つぞ、あ、負けたぞ、お前、おそんな、ありがとうございます、でもね、スモモに負けてるんすよ、俺ダサいよね、やっぱりあの女の子には花を持たせなきゃいけないって言った瞬間に女の子が出てきた、どうしよう、あれ女の子いたんだ、え、こんな男まみれの中にこんな幼女がいたらまずいって、やられることったら一つだよ、算数の授業を始めます、3たす4は11、あれだ、どうしよう、あのね、ルリリなのかマリルなのか欲しい、で、ワンパク小僧にしてマリルリにして、で、あの力持ちで物理攻撃2倍にして、で、アイアンテールじゃないや、あのなんだっけ、あのアクアテールばっかりぶちのめすっていうの最強のやつにしたいですね、いけい、あ、違う、ちょっと間違えた、間違えた、俺がいけいはおかしいんだよ、あ、じゃあパッピーさよなら、オッケー、テレヤさん、パー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 パパ、トレーナーさん注意でしょ、そうでしょ、強くて硬くて太くて長くてたくましいんです、おじさん、俺と釣った魚で一緒にステーキ焼こうや、
お前の声キング、俺が食べ散らかしてあげるよ、どぶくさいけどな。トサキン、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 トサキン。トサキンとはどうやって受けるのかっていうのが不思議だよね。ということで、なんだなんだ、ああ、威嚇。あえてブルン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 震えてるってことはやっぱ喜んでるってことなんですよね。ということなので、とりあえずじゃあボルトチェンジ使っていって、ファイヤーディッシュ、そして、逃げます。さよなら、さよなら。でも、こいつが次に何を出すかっていうのがわからないままにポケモン引っ込めることになると辛いんだよな。まあでも、とりあえず普通に、テレアさんはあれだな、生贄に捧げなきゃいけないから。オッケー。じゃあ、ボス、頼みます、ボス。じゃあ、これだ、あー、ギャルドス仮面ってことは威嚇されてしまいましたね。どうしようかな。そんな時は、そんな時は、あー、とりあえず、葉っぱか。ダーリャマニアー、そして、あっち出す。水地面だから、これしかも、やけどしてしまった。チーゴの実を使わなくてはならないではないか。いちいちポケモンセンターに戻ったらまたあのあれやり直しのってめんどくさいから、もう一気にボコボコにやっていくんだけどさ、いや食らわねえな。身代わり、おかわり、なぜなぜなぜ、何がしたいんだ貴様は。いやーちょっと待って、ちょ戦わない。こうなったらもうごめん、やっぱりドンパッチ頼むわ。ドンパッチ頼みます。すいません、俺の考えが甘かった、すまんかった。チャッチャラチャッチャラチャチャッチャッチャラチャチャラチャチャラチャ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 ネットウネットウアットウするでいゲットウ。これでまた火傷したらあれだったんだけど大丈夫ね。そうなんですよ、うまく戦えるコアなんですよ。とりあえずだからこれはタイプを引き継ぐんだったけど、あちょっと攻撃を受けた効果抜群で急所に当たって消え果てた。ただの人形を置いていくって感じのかな、身代わりってね。体力の4分の1を削っていくのか。まあでもそれ以上のダメージを食らうことが可能性としてあるんだったら身代わりを置くのってありなんだけど、ギャルドスそもそも身代わりが必要なくらい貧弱なポケモンかって言ったら超最強の部類の一つだと思うんだけどな。おすすめポケモンの必ず上位に上がってくるもんね。ドジョッチードジョッチーはフルダッチー、ちょ A ボタンん、あれんはっ、What's to happen me? まあいいやもん、おしまいです。そんつ、横に稲妻模様を描いたところで、お前の化けの皮は剥がれるんるんなんですよ。ルルンパッパルンパ、おしまいです。で、こっちに行こうと思っても行けないから、とりあえず、であれは罠なんだよな、罠っち罠っちだから、こっち、罠くらい。で、こっち進んで行って、左に行って、でもうトレーナーはめちゃめちゃいるな、めちゃめちゃトレーナーいるな、グリッグリッに戦わせる気満々ですが、テルル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 テル、オレッジと戦おうじゃねえか、ノブアキパッパッパッ。ノブアキのノブがさ、神聖の神、あの田んぼを突き抜けた、縦棒を突き抜けたさ、あの難しい感じのさ、あのやつでやった時のあのノブはちょっとね、あー撫でてほしいですか。じゃあ撫で撫でピピピン、オッペッペのピッピピピー。そっか、ギャラドス強かったな、やっぱギャラドス強えな、まあ、たまたまね、あの水飛行だからあれには、おうおうおう、じゃあそのまま戦いましょう。お前も水飛行だな、確かな。キャモメール、じゃあボルトチェンジ、ボルチェン、ありゃキャモメに乗って空を飛ぶはちょっときついんじゃないかと思って戻ります。で、じゃあテリアさん行ってみようか。あちょーもテリアさん出ていきます。で、カラナクシ、いや、カラナクシだった、なんとかこいつできるんだ。でもな、どうだったっけ、テリアさんのさ、攻撃ってやっぱりあの特防、特攻の方が高いのかな。あー微妙でしたな。あーでもまひった、そして動けない。よし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 、お上手、たまらんですね。
じゃあ行こうか。こいつ捕まえるの苦労したからな。リアルにポケモンボール、あ、じゃあポケモンボールじゃねえな。なんでポケモンボールって、モンスターボールをなんかの15個20個使った記憶がある。波は去ったのさ。なんだおめえさん、なかなかエモいこと言うじゃねえか。オッケー、さあちゃ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 。いやでっぷり太ったおっさんを前にですね、回復をしましょう。やけどもし。オッケー。で、まあ、とりあえず傷薬を一発かまして、間違えた。ジムリーダーを前にね、あの、目の前で余裕の回復ですよ。で、もう一個。オッケー。さあ、じゃあ挑むか。今回は一発目をお見舞いしたい。でかーお前、そのマキシマムキャメン、伊豆の力で鍛えたオール様のポケモンは、お前の攻撃を全部受け止めた上で上手からかかってこい。いやーガチで強そうだな。しかもこんな脂肪があるように見えてね、なんか実はもう筋肉ムッキーで、意外とね、体脂肪率がこんだけ、なんか脂肪がついてるの見えても 10% 切ってるとかっていうことはね、相応にあるからね。お相撲さんと一緒ですよ、プロレスラーさんとね、うん。だらだらだ。さあ威嚇の試合ですね。殴り合い。威嚇されたら威嚇し返すんでごわすってか。じゃあとりあえず、あ、なんて欲しい、いいよ。これ勝ったらなでなでしてあげる。グレッシュファー。これタイプ相性がいいですね。さよなら、お前の時代は終わった。そもそも始まってないけどな。で、次はヌオ。ヌオは？ヌオだったか。ドジョッチじゃなくて何だっけ、ドジョッチの進化系って何だったっけ、ナメクジの違う、何だ、もう忘れた。あ、なんかそれっぽいのが出てくるからって、まさかのヌオーだったな。だってこのさ、ジムの中でさ、ウパーが一回もさ、ウパーって出てきてないわけじゃん。まさかのヌオーから出てくる。当たらないんですよねー。パパパパパパパ、お口が大きいな。なんか土台として一口でパックンチョいかれそうな感じがするけど、なんかヌオーとヤドランってなんかすごく似てない。尻尾に何かが噛みついてるか噛みついてないかの違いなのかなくらいに感じがするよね。よっしゃー、水地面タイプは弱いんだよな。さあ出てこいフローゼル。もともとのやつなんかルンパって出してくれるやつじゃなかったっけ、こいつって。ルンパッパールンパッパーだったと思うんだけど、どうしようかな。テリアさん、あ、でもな、ここはナメクしてたら辛い痛いかゆいになってしまうから、一旦スパークしようか。水にこの穴掘りしてるタイミングってさ、水タイプの技が強くなるのはそりゃそうだけどさ、電気系の技は強くなるのかな、どうなんだろう。オッケー、さあ行こうではないか、行こうではないか。遠慮はしない、お前の時代は終わってない。強い、痛い、速い、アクアジェット、その勢いで滑ってった何かのウォータースライダー。おしまい。よし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 、ありがとうございました。今回はスッといけたね。タイプの相性が良かったんだろうな。おお、ちょっと待ってか、なんていうか、もっともっと戦いたかった、そんな気分だ。じゃあもっとポケモンを捕まえてくることだな。まあ結果この通りだが、お前と戦ってモルスゴーってらしかった。なのでこれを渡そう。パパパパン、フェンバッジ、フェンスバッジだったらもうあのまさにあれだね、あのなんだっけ、あれですよ。なんだっけ、フェンスじゃなくてあれはリングか、なんかでもフェンスに囲まれたような感覚だもんね。55、なんだこれは、塩水か、はい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 。オッケー、ありがとうございました。ということで無事にバッジ4つ目手に入れることができました。半分というところですね。はい、じゃあ、後半も頑張って進めていきたいと思いますので、まずはね、チャンネル登録ボタン、グッドボタンを押して今回の勝利を褒めたたいていただけたら幸いです。ということで今回は以上で終わりましょう。回復します。ではまた。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。